スチューデント・オブ・ザ・イヤー・狙え、ナンバーワンは2012年に公開されたインドのロマンティックコメディ映画。カラン・ジョー・ハルが監督を務め、彼が経営するダルマ・プロダクションとシャールク・クカーンが経営するレッド、シリーズ・エンターテインメントが共同制作している。シッタール・ト・マルホートラ、バルンダ・ワン、アーリア・バットが主演を務め、リシカ・プール、サナー・サイード、ローニ・トロイ、 サヒール・アナンド、ラーム・カプール、ファリーダ・ジャラルが共演し、ボーマン・イラに、カジョール、ファラー・カーン、バイバビ・メルちゃんとがゲスト出演している。2011年1月5日、カラン・ジョー・ハルはツイッターで、新作映画のポスターを公開した。シッタールとマルホートラ、バルン・ダワン、アーリア・バット、カヨーゼ・イラには、本作が映画デビュー作となる。マルトラとダワンは、ンで、 ジョーハルの助手として制作に参加した経験がある。2012年8月2日に予告編が公開され、ジョーハルはツイッターで公開予定日が同年10月19日であることを公表した。撮影はカシミールとデヘラードゥーンで行われた。学園のシーンはデヘラードゥーンにあるカシガ学校で撮影され、校名は聖テレーザ学園と設定された。病院のシーンは シュリーナガルのラリットグランドパレスで撮影され、一部のシーンは太陽国で撮影されている。学生のスポーツアクションのシーンはチャークでインダブに参加したリールスポーツのロブミラーが指導している。映画のプロモーションパートナーであるタタモーターズは、プロモーションのためインド全域の学生を対象としたコンテストナノスチューデント・オブ・ザ・イヤーを開催した。コンテストは、 学力、文化、スポーツ、社会活動の点から審査され、上位8名が最終審査に進出する。コンテストは2012年9月に行われた。フェデックスエクスプレスも同じく学生を対象とした、フェデックスインターナショナルスチューデント・オブ・ザ・イヤーを開催した。コンテストは外国で高等教育を受けたインド人学生向けに開催された。また、カウン・バネがクロール・ピッティ。 ソニーエンターテインメントテレビジョン、ジャホロック・ディー・クラ・ジャー、バイアコム18のビッグボスなどがプロモーションを展開している。衛星放送の権利は、若さは、向こう水と共にソニーエンターテインメントテレビジョンが5億、ルピーで取得した。また、音楽の権利もソニーミュージックが7000万ルピーで取得している。映画は、シネマコンプレックスで好評となり、 公開初日に7480万ルピーの工業収入を記録した。公開2日目には8500万ルピーの収益を上げ、公開初週末には2億5300万ルピーの収益を上げた。公開初週の合計工業収入は4億3100万ルピーを記録した。公開第2週末には8000万ルピーの収益を上げ、公開第3週までに6億3300万。 ルピーの工業収入を記録した。公開第4週には合計工業収入は7億ルピーを記録している。海外市場では300スクリーンで公開され、125万ドルの工業収入を記録した。工業成績はかんばしくなく、公開10日目の合計工業収入は185万ルピーに止まり、最終的な工業収入は100万ドル台を超えられなかった。 バルンガワン、アーリアーバット、シッタールト・マルホートラ・ボリウッド・ハンガマのタラン・アダルシュは、4、5の星を与え、映画は小道を横切るラブストーリーです。しかし、カラン・ジョー・ハルは、知性のある職人であり、近代的な脚本が作られ観客の知性を害さないような内容になっています。熟練した監督は、身近な素材を脚本に取り入れ、全く新しい風を巻き起こします。 これは最高の逃避映画です。全体として、スチューデント・オブ・ザ・イヤー・狙え、ナンバーワンはカラン・ジョー・ハルの最も優れた作品の一つです。青年たちはそれを愛し、すでにその時代を過ぎた人々は再び当時に戻りたいと思うでしょう。カラン・ジョー・ハルは再び勝利を手にしました。と批評している。マルナあたは 4?5 の評価を与え、最高のエンターテインメント映画と呼んだ。 フィルムフェアのラディタ・タンドンは4、5の星を与え、カランの物語世界は、シュールレアリズム的で壮大ですが、現実に戻り心を癒す瞬間がありますと、批評している。インディズンは3.5、5の星を与え、全体として、スチューデント・オブ・ザ・イヤー狙え、ナンバーワン、にさえない瞬間はありません。ロマンス、アクション、エンターテインメント、素晴らしい演技。 キャッチーな音楽など、誰もが楽しめるものが備わっていますと批評している。イブンライブのラジーブ・マサンドは3、5の星を与え、これは、技能のある監督による非常に気持ちの良い映画ですと批評し、楽しさを求めているのならば、失望することはありませんと付け加えている。ヒンドースタン・タイムズのアヌパマ・チョープラーは3、5の星を与え、カランジョー・ハルの強みは過剰なことです。 彼は美しい人々や豪華なもので溢れた幻想世界を作り出し、高い感情を固定しています。彼の映画はデザイナーポルのソープオペラとして作用していますと批評し、同時にキャストの演技を称賛している。rediff.com のスカニアベルマは3、5の星を与え、スチューデント・オブ・ザ・イヤー狙え、ナンバーワンは何かが起きてるではありませんが、 カランジョー・ハルはよく見せていますと批評している。ファーストポストのルビーナ・エイカーンは3、5の星を与え、スチューデント・オブ・ザ・イヤー狙え、ナンバーワンはカランジョー・ハルの素晴らしい仕事とは言えません。確かに映画には彼の成功さと広大な要素が盛り込まれているが、彼は過去に魅力的なストーリーを持つ映画の監督、プロデューサーとして、 重要な役割を果たしてきましたと批評している。オネエンジアのナバニータは3、5の星を与え、スチューデント・オブ・ザ・イヤー狙え、ナンバーワンは若々しくて面白い映画で盛り上がる価値のある映画ですと批評している。インディア・トゥデイは3、5の評価を与え、サファイは3、5の星を与え、そこにはあなたの知性と感性を傷つけることのない楽しい映画があります。 見る価値があります。と批評している。デイリーニュースアナライシスのカニタシッタは2.5、5の星を与え、キャストの演技は映画に素晴らしい価値を与えますと批評した。ありがとうございます。